な、何するんだハニー。デブはタイプじゃないの。いつの間にこんなに太ったの。なんか汗臭いし、隣にいると圧がすごいのよ。別れましょう。そんなくそ、こうなったらもう一切飯は食わない。断食ダイエットでモブミを見返してやるんだ。やりまいだ。え、誰。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。うーん、おいしいです。もしかしてフラグちゃん。そうですよ、分からなかったんですか。もはや別人だよ。それじゃ死亡フラグじゃないか。モブオ様まるで魔人ブーですね。チョコになっちゃえってうるさいよ。これより断食は死亡フラグですよ。ずっとご飯を食べないでいると餓死します。いや何その暴論。肥満体の方が明らかに死亡フラグだと思うんだけど。それに俺は健康的に痩せるから心配しないでくれ。怠惰なモブオさんに栄養管理なんてできるんですか。無理だね。だからクリニックのファスティング療法を受けようと思ってさ。よかったらフラグちゃんもどうだい。ファスティング療法。体内に溜まった毒素を排出して体を健康に戻す治療のことだよ。その体型じゃファンに嫌われちゃうと思うし。メタ発言しないでください。ファンとか別にいませんから。今いるんですかね。私も一緒に痩せます。断食1日目。ファスティング療法は主に3つの期間に分けられます。消化のいい食事で体を慣らす準備期間、酵素ドリンクと水だけで過ごすファスティング期間、徐々に固形物を摂取していく回復食期間になります。急にご飯を食べると胃腸に負担がかかりますから要注意ですよ。どこ見てるんですかモブオさん。ちゃんと説明を聞いてください。あー、聞いてる聞いてる。本当ですか。これでも断食について勉強してきたんだよ。断食だからといって何も食べないわけじゃないんだ。断食中に飲む酵素ドリンクは便秘解消や美肌効果があるらしいよ。そうなんですね。ああ、だから美しく痩せられるしイケメンにもなる。断食に顔面整形の効果はないですよ。昼はこれだけか。これだけじゃ足りません。おやつが食べたいです。そういう時は痩せた時の自分を想像すればモチベーションにつながるよ。例えば細くなってイケメンになりましたね。よかったら私と付き合ってくれませんか。え、いいんですか。モブオさんは私のものよ。違うわ、私の将来の旦那様なんだから。あたじの俺って罪な男だな。何ですかそのありえないハレム妄想は。勝手に妄想を覗かないでくれよ。そして1日目の夜、消灯の時間です。さすがに昼がお粥だけじゃお腹が空くな。パフェにアイスクリーム、こんなところに大きなショートケーキが。あれ起きてるのフラグちゃん。ハーゲンにポテトチップス、ハーゲンダッツのやばい。それにシュークリームも。寝ぼけてるのかい。シュークリームだ。あだだだだだだ、それ俺の手だから。おいしくないです。当たり前だろ。断食3日目、お腹が空かなくなってスッキリした気分です。ええー、まだ3日目だよね。なんで元の細さに戻ってるの。私は死亡フラグですから。説明になってないんだけど。でも確かに心なしか空腹も感じないし、頭もスッキリ、集中力も増しているような気がするよ。あと12時間はフォントナイトできそうだ。集中力はもっと有効活用してください。うわぁ、どうしました。死亡フラグ回収ですか。違うよ、ベインがも漏れそうなんだ。ゲームが楽しくてずっと我慢してたんだけど、もう無理だら。早くトイレに行ってください。はぁ、お坊さん、その体すっきりしたよ。やっぱり酵素ドリンクって腸に超いいんだね。腸だけに超いい感じ。超いい感じ。こんなことよりすごく細くなってます。え、確かに元の体型に戻ってるような。なんでだ。そういえばモブオさんも人間じゃなかったですね。まあいっか、痩せた。断食7日目。たったの7日でこんなに痩せた人は初めてですよ。それほどでも。普通の人だと断食7日目でやっと3キロほどの減量ですよ。もしかしてあなたたち断食の才能があるんじゃないかしら。断食の才能。ええ、確か断食の世界記録は382日です。ギネス記録らしいですよ。看護師さん。はい、ここに来た時からずっと気になっていました。もし俺が断食ギネス記録を超えることができたら付き合ってくれますか。モブオさん、382日って1年以上ですよ。それに世界記録のバリビエリさんは207キロから断食を始めているんです。すでに痩せてるモブオさんには無理ですよ。フラグちゃんは黙っててくれ。俺はやり遂げる。断食用に俺はなる。普通に死ぬと思います。そしてモブオは水とサプリメントだけで長い断食の日々を耐え抜いた。
そして383日後、ついに世界記録を更新する。看護師さん、俺ついにやったよ。付き合ってくれますよね？ごめんなさい、あの時はっきり断れなかったんだけど、実は彼氏がいるの。え？これが彼氏さんっていうか人なの？実は私、ぽっちゃりした人が好きなんです。だからこのクリニックで働いてて。俺以外のデブに惚れるなよ、チョコになっちゃえ。わかってるわ。そんな。もぼうさんは頑張りましたよ。私はずっと見てましたからね。元気出してください。くそ、こうなったら暴飲暴食だ。太れば好きになってくれるかもしれないし。ちょっと待ってください、もぼうさん。ほっちゃん、野菜マシマシ、ニンニクチョモランマ、油辛めで。急に食べたら体に悪いですよ。今日まで我慢したんだ、好きにさせてくれ。それに空腹は最高のスパイスだって言うだろう。栄養マシ、いただきます。うわっ。極限まで小さくなったモブオの胃は悲鳴を上げ、モブオは緊急搬送されたのであった。断食後は消化のいいものから食べましょう。そしてモブオさんのような長期間の断食は確実な死亡フラグです。ダイエットは無理のないようにしてくださいね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。